林部聡です。4月最初の日曜日、新年度がスタートしました。各地で入社式、そしてこれから入学式なんですかね、新たな環境で緊張するとは思いますが、迎え入れる先輩たちもそれなりに準備やらで忙しいですよね。まあそんな中、花粉もつらい、気温の変化についていけない、お疲れの皆さんも多いことでしょう。こんな時はですね、食生活の見直し、そしてお風呂にゆっくり浸かる、よく寝る基本がとても大事だと思います。ミヤディメモ、林部さんは、ああ生活が乱れてきたな、よし直そうと思う時、またそんな時はどうしますかということですが、まあ、基本的に乱れてる時って寝不足な時が多い、あとは昼夜逆転している時が多い、夜ちょっと仕事をしすぎてっていう時が多いので、で昼夜逆転を直すのって意外と大変で、みんなやっぱり寝て直そうとするんですよね、最初は。というのは、夜いつも遅くなっちゃうから早めに寝てみようっつって、で、朝結局なんか結局寝れなくて、朝も起きれずに全然治っていかないんですよね。だから昼夜逆転直すにはやっぱり朝早く起きるしかないんですよね。だから結構大変なんですけど、それってだからお水いっぱい飲んで、その体からまあ悪いものと言ったらいいんですかね、いっぱいこう出して、でよく寝るのが一番いいのかななんて思いますけれどもね。皆様独特のなんか生活の乱れを直す方法なんてあるんですかね。今日ですね、実は雨の日に収録をしているんですけれども、桜の花がね、雨でやっぱり散っちゃうのが、ああ悲しいな、風情があるなとか、思いながら、その桜の木の下を通ってたんですけれども、でコンビニにその後行って、商品をなんか選んでる時に、店員さんかな、男性の店員さんに、桜ついてますよって言われて、紙についてたんですよ。でも後ろの後頭部ら辺についてたみたいで、あちょっと撮ってもらえますかみたいなこと言ってですね、撮ってもらって、なんかすいませんちょっとおしゃれしちゃってなんて言って、はははなんてどうでもいい会話をしたんですけど、なんかコロナ禍はね、完全に明け切ってないかもしれないんですけど、その最初はこう落とし物をした時に拾ってあげるのどうしようなんてことを、悩んだ時期もあったんですね、僕は。なのでなんかちょっと、よく変わってきてるのかななんてことを、そんなね、タイミングで感じましたね。さあ、ということで林部さん。